国際生物学オリンピックは毎年行われる高校生を主な対象とした生物学の問題を解く能力を競う国際大会である。試験は理論と実験からなる。1990年にチェコスロバキアのオロモーツで第1回大会が開催された。日本は第16回大会より代表を送っている。1カ国あたり最大4人の選手が参加できる。 2007年のカナダ大会では49の国、地域から192人。2008年のインド大会では55の国、地域から220人。2009年の筑波大会では56の国、地域から221人。2010年の韓国大会では58の国、地域から233人。2011年の台湾大会では58の国。 地域から229人、2012年のシンガポール大会では59の国、地域から239人、2013年のスイス大会では62の国、地域から240人、2014年のインドネシア大会では61カ国、地域から239名が参加した。日本から参加するには、日本生物学オリンピックを受けて代表に選出される必要がある。 上位10%が金メダル、次の20%が銀メダル、さらに次の30%が銅メダルをもらえる。なおイボの規約により、同一選手は2度までしか参加できないが、日本代表は1回のみに制限されている。2013年のスイス大会以降、日本の提案で国際大会の会期中に参加教員向けに教育セッションが継続して開催され、 加盟各国の高校生物教育についての情報交換が行われている。各国チームから代表生徒の制作したビデオが投稿され、国際大会において参加生徒の投票により1位を決め表彰される。日本チームは2012年、2014年に1位を獲得した。国内選考試験は20歳以下で大学に、 入学する前の誰でも参加できる日本生物学オリンピックにより日本代表が選考される。予選はマークシート式の理論問題で範囲は細胞生物学、植物解剖学と生理学、生態学、動物解剖学と生理学、行動学、遺伝学及び進化学、生物系統学などでこれは国際大会に準じたものである。 約80名で本選が行われる。本選までの成績優秀者に金、銀、銅賞が授与される。高校2年以下の約15名が代表選抜試験に進み、国際大会レベルの日本の高校レベルを超える問題を解き、国際大会の代表4名が選抜される。ただし、日本代表となれるのは過去に国際大会に参加したことがないのが条件となっている。 日本の成績、2018年銀に銅に2019年銀に銅にか本人金メダリスト、ありがとうございます。